お化け電車なんてどこにもいないぞ。よし、帰るか。誰を探してるんだ。イヤホー、お化け電車なんかに僕が止められるものか。シュンリルなんてちょっとなら楽しみさ。ん？なんだあれ、誰だこんないたずらしたのは。ジェームス。へえ、お化け電車だ。うわあ。私の名前はモンスタージュ。四角いけれど豆腐じゃないよ。ん？なんだあれ。うわあ、ベタベタのスライムが置いてある。うわあ、気持ち悪いけどちょっと癖になりそう。ダーク。ん？なんだ、今誰か呼んだか。あれ、誰もいないぞ。お次はお次は伝説の機関車ヒロがやってきたぞ。ぬぬ、ぬわー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 、思いっきりこけちゃった。こんなところトーマスたちには見られたくない。見てるよ。おい、ヒロの旦那、大丈夫か。旦那、今日は派手にクラッシュしましたね。テレス、これは二人だけの内緒にしておくれ。わかってますよ、旦那。みんなが操車場に戻ってきた。おいおい、どうした。今日はやけに壊れたり汚れたりしてる機関車が多いじゃないか。ヒロ、何かあったのかい。ヒロ、かっこ悪いぞ。俺のブーツにはガラガラヘビ。なるほどなるほど、お化け電車にいたずらされたのか。よし、私がちょっと見てくるよ。よし、お化け電車のいるトンネルはここだな。ウッディ、お化け電車はいるか。ん？俺ってやっぱりかっこいい？ヒーハー！ウッディに聞いたのが間違いだった。お化け電車なんてどこにもいないぞ。よし、帰るか。誰を探してるんだ。わあ！銃を捨てろ。手あげな。ヒーハー、とっても怖いよ。誰か助けて。おい、大丈夫か。僕が助けるぞ。マックイーンがやってきた。よし、駅員さん、僕に乗るんだ。しっかり捕まっててね。イヤッホー。ふっふーん、待て待て、マックイーン。待て。僕はピストンカップ最速のライトニングマックイーンだ。イヤッホー。ふっふーん、イエース。あうわあ！シェリフとお化け電車が派手にクラッシュだ。ひえー、砂だらけ。いたずらしてごめんなさい。シェリフもついでに砂だらけだ。うわあ！アンディにカーズのみんな、助かったよ。ありがとう。ヒーハー！紹介するよ。プチ電車シリーズでも事故が起こるさ。カタを運ぶのもとっても楽しいな。わー、フルトレイン、イヤホー。今度はツバメが起きちゃった。フルトレインもツバメも水の中に真っ逆さまだ。
後ろからもどんどんやってきた。わあ、なんだこりゃ。500系新幹線、いい、なんだこりゃ。一体どうなってるんだ。もう止まれないよ。サンライズエクスプレス、イヤッホー。わあ、どん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 入ろう。どん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 他の列車や新幹線も落ちていっちゃうぞ。わあ、なんてことだ。山手線に小町 N700 系もみんなみんな水の中に落ちちゃったぞ。ん、なんじゃ。わあ、あれは。こんにちは、トップハムハット教。僕は800系のツバメだよ。僕は L700。 E201 系中央特快です、よろしく。僕はサンライズエクスプレスだよ。俺はソリック883系だ、ヤッホー。新幹線923型ドクターイエロー、イエスイエスイエス。僕はキハ71系ユスインの森です、よろしく。私はブルートレイン、はやぶさ富士、牽引車、ヒロじゃないよ。山手線と500系新幹線もやってきたぞ。ヤッホー、僕たちも行くぞ。わー、かっこいい。あー、こんなところにヘラクレスオーカルトがいるよ。わー、こんなところで何やってんだ。わー、なんだ。まったくもう、何やってるんだ。電車は平和に走るのが一番さ。この自然豊かな風景を見ながらゆっくり走るのが一番さ。せーの、は続く。あー、なんだかすごい音がしたけど大丈夫かい。いやー、こっちでも事故発生だ。なんじゃなんじゃ、ここでも事故発生か。ここではフランキーが荷物を積み下ろししているよ。えっほえっほえっほ。よーし、トーマス、今詰めたぞ。あ、サンライズエクスプレスがやってきたぞ。わあ、わあ、すまない、大丈夫か。いてててててて、てわお、サンライズエクスプレス大丈夫かい。事故は起こるさ。今度は踏切だよ。働く車たちが踏切を渡っているよ。電車が来ないかよく見てから渡るぞ。おいしいおいしい屋台だよ。うちのもつ煮は世界一、みんな食べにおいで。なんでこんなところに屋台がいるんだ。ドクターイエローの次はコニックもやってきたぞ。わーわー、遅かったか。やっぱりここでも事故発生だ。ヤッホー、みんなして事故して5時だな。僕はすごいスキルが来てるぞ。わー、大変だ、トーマスの社員が脱線しているぞ。わー、500系新幹線やってるぞ。わーわー、今日は僕も荷物積んで走るぞ。よーし、わかった。それじゃあドクターイエローにはこの黄色のスライムを積んでいくぞ。キャー、お次にやってきたのは500系新幹線だ。僕たちだって機関車には負けないぞ。よーし、それじゃあ500系新幹線には青色の砂利を運んでもらおう。わー、どんどん貨車が重たくなってきたぞ。行ってきます。223系電車もやってきたよ。荷物は乗せて走るぞ。わあ、どんどん新幹線や電車がやってきた。よーし、今度は E201 系中央特快だ。とってもかっこいいぞ。よーし、それじゃあ同じ色のオレンジ色の砂利を入れていくよ。出発進行。クランキー、僕も頼むよ。サンライズエクスプレスだ。サンライズエクスプレスの青色の貨車にはこのふにゃふにゃのスライムを入れていくぞ。ビヨーン。サンライズエクスプレス落とさないように気をつけてね。いや、うん、君の名は。私の名前はキハ71系ユフリンの森です。わお、とっても渋い緑色の色をしているぞ。それじゃあこのつぶつぶ粘土を運んでもらおうかな。お任せください。よし、それじゃあ進んでいくぞ。ユフリンの森も気をつけてね。今度の列車は何かわかるかな。僕ははやぶさ富士牽引車ブルートレインだ。とってもパワーがありそうだぞ。よし、それじゃあブルートレインにはこのつぶつぶオレンジ粘土を。いっさー、いたずら貨車も頑張れ。よし、行くぞ。僕だって機関車には負けないよ。小町がやってきたよ。今日は大忙しだ。ビヨーンビヨーン。小町には赤色のつぶつぶ粘土。よし、準備完了だ。小町、レッツゴー。小町の次にやってきたのは N700 系新幹線だ。とっても速そうだぞ。
よし、N700 系新幹線には緑色の砂利を積んでいくぞ。とっても重たいけど、N700 系新幹線も頑張れ。よし、クランキー、僕にも頼むよ。この列車、みんな何か分かったかな。僕は E231 系山手線だよ。よし、山手線にはコンテントを運んでもらうよ。わお、行ってきます。今日はとっても忙しいな。いやっほー。500系新幹線や N700 系がトンネルをくぐるよ。ドクターイエロー、湯布院の森。あれで、なんだここは。やっほー。あれで、ブルートレイン。ここは一体こんなところにヘラクレスオーカルトがいるよ。わあ、こんなところで何やってんだ。なんだかすごい音がしたけど大丈夫かい。いやー、こっちでも事故発生だ。なんじゃなんじゃ、ここでも事故発生か。ここではフランキーが荷物を積み下ろししているよ。よーし、トーマスうまく積めたぞ。あ、サンライズエクスプレスがやってきたぞ。わーわー、すまない、大丈夫か。いてててててて、てわお、サンライズエクスプレス大丈夫かい。事故は起こるさ。今度は踏切だよ。働く車たちが踏切を渡っているよ。電車が来ないかよく見てから渡るぞ。おいしいおいしい屋台だよ。うちのもつ煮は世界一、みんな食べにおいで。なんでこんなところに屋台がいるんだ。ドクターイエロン、次はコニックもやってきたぞ。わー、わー、遅かったか。やっぱりここでも事故発生だ。やっほー、みんなして事故してドジだな。僕はすごいスキルが必要ぞ。わー、大変だ、トーマスの社員が脱線しているぞ。わー、500系新幹線やってるぞ。わー、わー、砂のパズルをやっていくぞ。まずは緑色の電車、湯布院の森から。どこかな。よく見ると窓の数も電車によって違うんだね。あ、ここだ。やったー。よーし、今度はこの白い新幹線だ。どこかな、どこかな。こっちかな。ん、ちょっと違うな。あ、わかったぞ、ここだ。やったー。よーし、どんどん行くぞ。次はこのオレンジ色の中央特快だ。中央特快は四角いからちょっとわかりやすいぞ。どこだ、どこだ。あ、ここだ。よーし、今度は今度は黄色の新幹線、ドクターイエローだ。かっこいいぞ。ドクターイエローはどこだろう。あ、この右下、ドクターイエローと形がぴったりだ。よーし、大正解だ。お次はキハ283系スーパー青空だ。よく見ると前の方に青空って書いてあるよ。スーパー青空はどこかな。難しいな。あ、ここかな。よいしょっと。あ、やっぱりぴったりだ。スーパー青空もとってもかっこいいぞ。よーし、どんどんやっていくぞ。お次は681系サンダーバードだ。残りは2つだから簡単だぞ。サンダーバードはここだ。やっほー。最後は N400 系新幹線だ。よいしょっと。やった、これで完成だ。よーし、今度は違う新幹線や電車を使ったパズルだぞ。お次は223系電車だ。四角い形を探していくよ。どこかな。あ、ここかな。よーし、ぴったりだ。よーし、次は新幹線800系ツバメだ。とっても速そうだ。ツバメはどこかな。みんなわかるかな。ここでもないし、ここでもないな。あ、ここかな。よーし、今度は新幹線の小町だ。小町もとっても速そうだな。かっこいいぞ。小町はどこだろう。ここでもないし、ここでもない。あ、ここだ。よーし、今度はサンライズエクスプレスだ。サンライズエクスプレスもちょっと珍しい形をしてるぞ。よーし、バッチリだ。お次はお次は、この電車は、みんな何かわかったかな。これはソニック883系だよ。青色でかっこいいぞ。よーし、残りは2つだ。今度の黒色の電車は787系リレーツバメだよ。黒色の電車なんてちょっと珍しいよね。よーし、バッチリだ。
の電車はブルートレイン、はやぶさ、富士、牽引車。よし、これで完成だ。いやっヒロ、そんなところでのんびりしてると危ないぞ。うわー、パーシーも危ない。いやー、働く車も大活躍するよ。よし、今日も頑張って働くぞ。クランキーは今日も積み荷を整理したり下ろしたり、とっても忙しそうだ。あ、パーシーがやってきたよ。やあクランキー、僕は何を運べばいいんだい？パーシーにはこの緑色の砂利を運んでもらうよ。わーい、頑張って運ぶぞ。今度はゴードンがやってきたよ。やあクランキー。やあゴードン。ゴードンにはこのオレンジ色のビーズを運んでもらうよ。上手に運ぶことができるかな。よし、じゃあ行ってきます。あ、トーマスとクララベルもやってきたよ。今度は真っ赤なウィルソンがやってきたよ。ウィルソンにはこの大きな岩を運んでもらうよ。よし、レッツライド。今度はペンキで汚れたトーマスがやってきたよ。いろんな色のビーズを乗せていくよ。緑色のビーズ、紫色のビーズ、ピンク色のビーズも乗せるよ。よーし、頑張って運ぶぞ。トーマス、気をつけてね。今度は踏切の上を走っていくよ。ひえ、重たいよ。はっはっは、パシー大丈夫か。やっほー。あー疲れた、ちょっと休憩しよう。ふう、うわー、なんで止まってるんだ。ひえ、長い眠りから覚めたがまだ眠たい。ヒロもこんなところで休んでると危ないぞ。うわわわわわ、なんだなんだ。イエーイ、こっちでも事故発生だ。今度はいろんな色の働く車がやってきたよ。みんなどこへ向かうんだ。よし、僕はこの岩を砕くぞ。ガガ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 、ファイヤー。わあ、あっという間に岩が砕けて細かくなったぞ。えっほっえっほっえっほっ、お仕事楽しいな。ショベルカーはオレンジ色の砂利を持ってきたよ。よし、この辺に敷き詰めるぞ。うんうん、いい感じだ。今度はダンプカーが緑色の砂利を持ってきたよ。よいしょっと、オッケー。よし、僕のローラーで砂利を鳴らしていくよ。きれいにきれいに平らになるように鳴らしていくぞ。よし、僕も手伝うぞ。わ、今度は大きなロードローラー来たよ。緑色の砂利もオレンジ色の砂利も真っ白な砂利もどんどん鳴らしていくぞ。すごいパワーだ。よしよし、バッチリだ。カラフルな砂利できれいな庭になったね。念願のマイホームじゃ。トップハムハット卿の家だったんだね。ヒャッフー、トップハムハット卿喜んでくれてよかった。みんな今日も見てくれてありがとう。みんなはトーマス、パーシー、ゴードンだと誰が好きかな。俺様に決まってるだろ。コメント欄で書いてね。じゃあバイバーイ。